じのすけは大山くんと2000、はい、2000その後400と200やる感じ。金子は木田さんについていって600一本やります。600やるんで、はい、木田が800、はい、青木は1000、2000に800、400ですけど1000? 1200、 1200日本の800、400。あ、じゃあ稲田も一緒、工藤は2000本、1000本、1000本、ハズレ2000本、一緒に行く、杉本さんと600、605本、はい、杉本605本のまま、その後ペースやんだっけ、ペースやらないです、605本でいい、400、すいませんでした。小林は皆さんと一緒にやります。8002本、1本。それで大山くんは一緒だから。よし、じゃあ、じゃあ2000一緒にやる組こっち来ちゃって。じゃあ2000張ります。はい。2000の後400やったりしたりするのもいるから。2000そこの組。あと陣之助もそこ。あ、陣之助じゃない。それで、はマガヤと千さんも。何やんの、はい、あ昨日行ったやつ、はい、3分10で行って、はい、OK です。マーガレット1003本 Your pace OK 2分55ぐらい、分かんないけど3分、はい、リカバリー60、はい、マーガレット1003本で間60秒ぐらい、200リカバリー、後半ラストちょっとペースアップで、はい、一応8000から1000やります、はい、わかりました、15でレスト4で2分50ぐらいで、はい、わかりました、お願いします、はい。そこは3分20から15自分で測れるね、いきます、はい、はい、じゃあ2000組からいきます、はい、中野は6000プラス1000でいきます。次が木田あ、じゃあ最初に杉本たちのところはしっかり測るから、杉本のところしっかり測る、杉本と木田と金子一緒にスタートしちゃって、スピード系だから、いや多分測れる感じで測れる。どのぐらいいくのペース、68の、あ、セルフでいいよ、短くなったら上げれたら、うん、オッケーです、じゃあファイト、はい、よし、俺どこ走れば測ればいい、まあいいか、いきます、はい、よースタート、はい、十字スタート組の式、はい、はい、青木どこだ、青木あそこか、いろいろなところについて追い込んで。はい、トップ。はい、トップ。マガヤってさ、72で行くって68でしょ。はい、トップ。スタートする。あ、OK、行きます。かなりややこしく動いてます、さあ木田しか追い込んでこい、
はい、マーガレットナイス。すごい、もう完全に戻ってきたね。そうそう、暑いからきついかもしれないけど、13分40ぐらいいけんじゃないの、うまくいったら。頑張ってください。最低50ぐらい切る、ね、うん、ちょっと自信ついた。そうですね、うん、まだ余裕あった。そうですね、もうちょっと、はい、うん、まあ、とりあえず牙に強いな。はい、すごい、お疲れさん。またちょっと、はい、金曜日に強い。はい、わかりました。何秒あった？2分49。いいね。すごいね。いいよ、そのまま行かしちゃって。2分50で行けたら最高だから。はい、いいよ、じっくりじっくり。あゆき、ナイスね。はい、ナイスペース。はい、いいよ。はい、リタ、しっかり動かしていくぞ。はい、マーガレット2本目、リカバリー64に行きました。1本目は2分49秒ということです。それぞれの調整メニューになってます。はい、大山くん、いいね。はい、予定通りだ。はい、ナイス、ぴったし、設定通り。ナイスペース。はい、リタ動かしていくよ。みんないい感じだな。マーガレットが異常に強いけど、マーガレット2分50切りでいってるっす。おかしいだろあれ。すごいわ。はい、マーガレットベリーストロング。いい感じでできてますね。はい、55。はい、リラックスして。木田800一本。はい、そうです。はい、頑張ろう。いきますよ、はい。
あれマーガレットは2分50 2分50 マーガレット2分50だった。2本目やばい、給水渡してないや。2本目2分 50, 2分50。いいよ、もう3本だから。でも杉本も5本だから。いらないです。うん。杉本欲しいとき自分で言ってくるから。確かに。マーガレットラストワンね。ナイスペースだよ。48の50で言ってるからね。マーガレットちょっと引っ張ってやるよ。無理ですよ。引っ張れば多分日本選手権とか出てます。今イカバリ何秒だった？ 63 24 25 26 27 28。いいじゃん大山くん、いい感じだね。結構狙えるんじゃない？うん、はい、お疲れさん。12000ゴール。あ、お疲れさん。本田くんだいぶ良くなってきたやんね。頑張って継続して。マーガレット600を1分43。はい、マーガレットラストワン。はい、マーガレットいいよ。ラスト100ペースアップね。ラスト100。あ、ラスト200。あ、2分31、32、33。はい、ペースアップ。ペシペシペシ。48 49 2分49、2分48 50 48できました。49か。あと練習何が残ってるのかもう分かんなくなってきた。杉本は今は400やってるのか。俺の T シャツが臭くなってきた。タグ大丈夫。鼻曲がりそう。どう？あ、いい感じ。あれ600だ。まだ6005本中。俺の小さすマジ臭い。最近自分の臭い時気づくようになってきたから成長。成長。T シャツ買えないと。こっちからスタートしたからあそこでゴールだと思う。なんか
違いました、800までです。はい、1人要請なんで。はい、はい、ナイス。間200つってた。間200。お疲れさん。よく動いてたやん。よく動いてた。今俺は、はい、これ押した、これ押した。よく動いてたじゃん。はい、大丈夫よ。これが終わるとあと串間だけだ。中野6000余裕そうに走ったのに1000いけないならない。何撮ってるのか分かんなくなってきた。40人ぐらい入れそう。40人いねえかと頑張って。木とか生えてますか？あ、ジュニアあるからいいよ。はい、この601分35、36、37。安定の2分43秒と見た。あと200です。あ、2分34、35、36、37、38、39、40、41。マーガレット、ベリーナイス。すごい。すごいね。あれ、中野は今 1000m 自分はどのぐらい設定で考えてたの？55です。55だ。じゃあ予定通りなんだ。
あれ、クシマ今何メートル？7200？じゃあもうちょっと近くになって。あ、お疲れ様です。まあ、あくまでも、駅伝が目標ということですけど、なんで、まあ、調整の段階で右に打ち手が減ってもこうやってロングジョックというかね、ダウンはしっかり長めにというところでやっていきますけど、まあともあれ、今回の東日本実業団とその次の6月1日2日のレースのところが、まあ上半期でいうとメインレースになって、まあ北陸は別としてメインレースになってくるかなと思いますんで、まあ東日本実業団は記録もそうですし順位もしっかり競り勝てるように、その全体の陣を全部狙うというのはなかなか難しいと思いますけど、その組での、ライバルチームと言われているところのところにはしっかりセリガストは競り勝てるような、走りを最後まで、まあ、全体でその組でトップになれれば最高ですけど、たとえ離れたとしても離れた段階で競っているそこの相手には絶対負けないというか、そういうこだわりをしっかり見せるようなレースをしていただければなと思います。まあ、今日の調整を見ている限り動かないってことはないと思いますので、あとはしっかり気持ちを持ってしっかり、走ってもらえればなと思います。いい練習はできていると思いますので、しっかり結果につなげられるように、頑張っていただきたいなと思います。女子に関しては、基礎的な練習をずっと繰り広げてますけど、だいぶ全体としては走れるようになってきたかなと思いますので、この流れの中でしっかり継続してやっていけたらなと思います。で練習メニューちょっと女子の途中で中途半端だったのが、誰がどこのレース出るかが言われたのか分からなくなっちゃったんで、はい、ちょっと後で LINE でください。ついで作りますんでよろしくお願いいたします。あとは佐賀江の方はさっき言いましたが、10キロの方とハークの方に青山学院の主力が出るみたいなので、箱根出てる、主力は箱根出てるから、まあ主力は主力だと思いますけど、箱根メンバーが 4,5 人出るっていうことで、10キロの方にも2人だか3人出るっていうことなんで、いいロードの、レースになるんじゃないかなと思いますんで、そこもしっかり頑張ってください。よろしくお願いします。以上です。お疲れ様でした。1分39.40。はい、しっかり上げて終わるよ。
はい、お疲れさん。